こんにちは、よちぺんです。本日は埼玉県幸手市にある唐揚げ専門店丸吉さんにお邪魔しております。この唐揚げ屋さん、実は現在は丸吉さんから名前が変わって末広っていう名前になってます。唐揚げだけではなく、コロッケやメンチカツなどお弁当もとても充実しています。隣にはジョイフルホンダ幸手店があり、とても目立つ場所にありますので、国道4号を走っているとこの黄色い看板がとても目につくと思います。店内に入ってみると、油を扱っているお店の割にはとても綺麗で、床なんかもピカピカと光ってます。店の奥はイートインスペースもあり、テーブル席も結構あるので、何人かで来ても食べることが可能です。とても綺麗に整理整頓されています。この木目を基調とした椅子が何とも落ち着きます。台形の方は持ち帰りがほとんどみたいです。この手羽先なんかもとても美味しそうです。おろしだれっていうのがあって、唐揚げにかけるとこれも美味しそうです。いろいろ買ってきましたが、醤油ベースと塩ベースの唐揚げはニンニクが効いていて、とても美味しかったです。また食べたいと思いました。さようなら。